トゲ一頭の歯車の音、それは彼女が生きている証。この両親が止まらぬように見守るのが僕の役目。かつての主人、うつろくの弟子、自らの罪、あいつの日、顔の歴史の滅ぼすのだと、どうして早く気づけなかったか。彼女の半身に今も残る醜いやけどの跡は、あの二人の思い出を刻んでる。今日もまた迷い込んだ、何も知らぬ哀れな訪問者。彼らもすぐ墓場の主の手袋に収まることだろう。主役一人のあの女の子、いつも通りのわがまま三昧。関われを失った寂しさ、少し顔に宿しながら。孤独な男がその尻尾間際に突き上げた森の奥の小さな映画館。忘れ去られたその時に鳴り始めた千枚仕掛けの子守歌。二度目のハサミ、新色の刀、未だ目覚めぬ彼らを待つ日々。すべての歌が語られた時に、ユートピアは完成するらしい。時計の針が止まることは、彼女自身の終わりを意味する。錆びついてかけた歯車たち、残された時間は長くない。孤独な男がその尻尾間際に作り上げた森の奥の小さな映画館。館長を務めるのは彼がもっとも愛した千枚仕掛けの人形。覚悟は決めた。僕は自らの左胸にそっと手を当て深く差し込んだ。ルリララララ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 ララララルリララララ。僕の千枚は時計との歯車と響き合って、そして新たに始まるものがたび。時計の針が止まらぬように回り続けるのが僕の役目。